っちゃう。行きたかったよ。ヨコちゃんもおはよう。おはようございます。始めましょう。さあ、それではフェイスブックライブボリューム7始めまーす。第7回です。さあ7回目、あっという間でしたね。あっという間、まあ、あれ5月から始めたんだよね。5月からです。5月の休業中に始めて、あの時は毎週やってたんですよね。毎週やってた最初は。で、この間6回目が8月の12日かな。10日です。そのぐらいだった。ちょっとね、だいぶ営業がまあ普通になってきて、ちょっとね、なかなかこうやれないというか。そうですね。本当、今日もね、本当お店営業なのを休んでね。はい。それも8月の終わりから決めたことで、今回はまあアップルのライブ形式を、はい、まあ、メインに。本格的にね、はい、まあ、ちょっとこう試験的に、まあ、ちょっと今日はじゃあベースを足してみようかみたいな、はい、まあ、今度次はじゃあ規模足してみるみたいなね、はい、まあ、ちょっと試験的に今日は1人増やして、はい、ステップアップで、まあ、試していこうかなという中で、あやまちゃんおはようございます。おはようございます。中村さんおはようございます。おはようございます。佐々木さんおはようございます。おはようございます。吉野さんおはようございます。おはようございます。さあね、高橋さん、おはようございます。嬉しいですね、この時間に、ね、こうどんどん見てくださるのはありがたいです、ね、ありがたい。なぜね、この時間、いつも9時からやるんですか。そうですね。なぜ9時から8時からにしたかっていうのは、あの半沢直樹の最終回一瞬ずれたんですよね。ゆきおはようございます。吉田さんおはようございます。半沢直樹が9時からで、9時半からのくせに9時になって、はい、まあ、裏番組と俺は呼んでるんだけどうちの裏番組が9時から、ね、はいはい、半沢の最終回やるとは。で、僕もあの、まあ、昨日、一昨日でなんか一気見できたわけよ。はい、言ってましたね。TVer で、はい、で、もう今日ちょうど朝第9話見終わったわけ、はい、最後のとこが千倍返しだーってやってて俺もすげえ見てると思ってるんだけど、まあ、今日見れないけども、で、それに合わせてずらしたわけ、時間も、ね、8時に早めにね。バスさんおはようございます。おはようございます。もうね、やっぱり半沢がちょっと裏番じゃちょっと強すぎるから、強いです、強いです。やっぱりね、この時間帯見てもらえないかなと思って、やっぱりこのライブ形式でこうコメント入れていただいたりしてね、やっぱこう見て見ながらやっていくっていうのは面白みがあって、あとね、半沢に取られちゃったら厳しいなと思ったから、ね、もうめちゃめちゃ面白かったよ。俺2日間で9話までいたんだけど、ね、寝ました。え、寝ました。寝たけど、いや、見てよ、なかなか寝れなくなっちゃったよ、ね、そうですよね。面白くてさ、ドラマってそういうもんですからね。いや、あれ半沢、私ね、半沢は全然見たことない。いや、見たら面白い。それは突っ込んだ方がいいですか。何をですか。髪型ですけど、あ、もうこれはもう毎度でね、みんなまともなんで、私だけちょっと違くね。最近カルメンとかやるじゃん、はい、踊りながら最高ですよ。あれめっちゃめっちゃ面白い。ぜひみんな見に来てください。渡辺さん、ピンクレディ、同級生が斉藤武です。へぇー、原田だよ。武装の、あ、全然違う。武装さっき走っちゃいましたね。まあ今月ね、9月はやっぱりジャスミンの誕生日と、まあ、うちの大物の誕生日があってね、はいはい、あの本当、まあ、皆さん本当に、もう皆さんも大変な中本当にこうやっていただいて、本当ありがとうございました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。おかげでね、まあ、去年10月か、あの社員旅行ね、11月かに湯河原行ったんでね、はい、で、今年は行けるかなと思ってたけど、まあ、ちょうど GoTo キャンペーンを利用して、はい、来週ね、はい、行くことになって、まあ、それも前もって計画してて、これが行けるのかどうかっていうのをずっと悩んでてね、はい、行っていいもんなのかとか悩んでたけど、まあとりあえず行けそうだと。で、来週ちょっと日月でちょっと京都
うちの外国人が多いんで、やっぱり日本の文化をね、はい、見ていただきたいと。僕もね、でもあの京都はね、修学旅行以来なんです。僕もですよ。本当。意外とね。あらさん違いますよね。うん、結構行ってますね。おはようございます。どうもさん、おはようございます。京都楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。日月ってことも、まあ、月曜日も休みするってことです。そうそうそう、そう、日月。さあ、関根さん行く。留守番です。留守番です。みんな行きたい行きたいですからね。そうですね。さあ、バンバンコメントいただけると、こっちもやりがいが出てきます。そうですね、変えてますからね、はい、どんどんね。もう、今日はでもアップルと、まあ、AA だっちゃった。アップルとね、ジャスティ、あのバスティが、まあ、メインで、はい、1時間ほどのライブを、はい、アップルの歌を楽しんでいただきたいという回で、僕たち出番全くないから、はい、最初だけです、ね、最初のオープニングトーク、はい、よっちゃん、ありがとうございます。昨日、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ママ見てますよ。ママ、ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。だってさ、さっきママ電話ってさ、あんたからだけなんかおめでとうとかないよねって。おめでとうとかないよねって。ちゃんと僕色紙に書いてママの、 あの部屋に置いておきましたよって言ったんだけど。作り笑いの写真もね。作り笑いフェイクスマイル。そう、 うちの息子たちもね、 LINE があって、あんただけないよって。僕はあのちゃんとあのやることやればいいかなと思ってたまあね、守っていただくのが一番ですけどね大丈夫ですよ。そう、今日歌わないですね。昨日あれ、あ、すみません、あれ出して、ね、よっちゃんあれ出して。ありがとうございます。今日はまあ僕たちは歌う出番はないですか、ね。ないね。次の8回で。そうね。今日はあくまでもライブ試験的に、まあ、バスティが入ってやると。はい、そういう感じだからね。久々だからもう疑問で。でも9月入ってね、やっぱり人出てきた感はあるよ。あ、そうですね。それはありますね。野毛とかすげえ にぎわってるってみんな言ってた。うん。うん、半端なく人が出てるんですって。こっちの方もね、だいぶ波ありますけどね。波ありますけど戻ってきた、うんうん。でもやっぱりまだ背広の人たち、ね、あんまり来ないね、うん。一応ね、ちゃんともう検温と消毒だけはね、あとマイクも一回一回こう消毒してね。そうそうそう。やってますけどね。今日はでもライブだから、無観客でやるからね、あのステージのビニールをちょっと外させてもらったんです。うん、やっぱあの演者の表情をしっかり 見ていただきたいと。そうですね、あれついてるとね、うん、こうビデオを撮るときとかね、そうそう、反射しちゃってね、うん、映んないから。その会社はそれとその、まあ、2人だけだからステージいいかなと。さっき外してるとき社長が気持ちいいな、開放感があって。いや、開放感がある外してさ、自分がステージこっち立ってみてさ、やっぱ圧迫があるんですね。いや、壁があるから、うん、だからそのなんかこう歌っててもさ、なんかこう伝わりづらい気がするわけ。すごいね、それを感じて、今日知らなくて、あー、すっげえ開放感いいなって、これで歌いたいなって思う感じ。ちょっとアップルオンステージです、安さん。まゆみちゃんのネタはね、お店でしか披露できない。そうなんです、皆さん、安心して来てくださいそうか、あとは何かありますか、最近。最近、そうですね、更年期がちょっとひどいっていうぐらいですかね。そうだね。だいぶでも薬変えたらね、元気になってきましたけど、ほんとね、2週間ぐらい家出たくなくて。昼間はありがとうございました。もう大勢で本当にありがとうございました。おとといじゃん。ママが大喜びでした。はい、なんか直筆でなんかお礼を書きたいと言ってました。島田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。もう知らずのご一行、半端なかった。素晴らしいです、あのパワーは。ほんと素晴らしいです。仕事は後なのに、すごい。もうあのね、濃いメンバー、半端ない。濃いメンバー、パワーと。なんかこう皆さんいらしてくれた時は、本当なんか、ああ、ちょっと戻ってきたなっていう感じで、なんかね、すごい嬉しかった。ママ、本当いたら、本当喜んだだろうなって思う。絶対泣いてましたよ。泣いてました。動画じゃ伝わらないかと思うから、僕ね、動画撮らせていただいて、はい、ママには全部、ね、皆さんのコメントっていうか、こう、一言を、まあ、ママに全員、全部送らせていただいて、すげえ喜んでましたね。池田さん、おはようございます。おはようございます。お、かっちゃんもおはよう。かっちゃん、おはようございます。足大丈夫かな
もう怖いですね。クラスターだけは本当に避けたいですね。もうどんなに気をつけてもね、まあ、気をつけもちろん気をつけてるけど、もうなるときはなるんかもわかんないよね。紙一重ですね。紙一重。うん、高見沢さん、おはようございます。おはようございます。真子さんも、昨日ありがとうございます。ありがとうございます。シルバーナイトに久々に歌ったな。なかなか歌う方はいないですね。いないね。あのメッキーか。そうですね。真子さんぐらいですね。シルバーナイトイン札幌。なおちゃんも頑張って覚えなきゃね。そうですね。でもだいぶなおちゃんも演歌のデュエットとかを覚え出したからね。演歌っていうか昔のデュエットですか、うん、昨日二人の大阪歌ってね。もう今ね幅広いからね。めっちゃ頑張ってる。二人の横浜で歌ってそう頑張ってね。まあまあまあでもいろいろさ、いろんな音楽勉強した方がいい。はい、それは大事ですね、うん、やっぱそういう曲ってこういう時代背景があってそういう島があるんだけど、そういうなって今があるから、ね、だんだんこう進歩、まあ、変化してくるっていうか、革命を起こしまうね、起こしていくっていうか。伊沢さん、おはようございます。おはようございます。深澤さん、おはようございます。真子さん、来週も来てくれるって。来週もありがとうございます。ありがとうございます。毎週待ってます。だって真子さん、社長就任したんだよ。おお、おめでとうございます。おめでとうございます。社長就任したからさ、シャンペンのランクが上がったから。ありがたいです。ありがたいです。私たちみんなランク上げちゃうなんて。上げちゃえみたいな。ああ、よっちゃん、ありがとうございます。じゃあ、そろそろ。行きましょうか。アップルと OK、スタンバイ OK かな。スタンバイどうですか。僕たちもう、ね、コメントないとね、僕たちの出番ここだけなんで、あのあ、ひろみママが誰を投げたの。あ、ママがちゃんと、はい、ひろみママが手怪我してたの君、ね、誰を殴ったのか。壁ですか。壁かもわかんない。人ですか。そこは謎ですね。謎ですね。なかなかあの正面聞いては聞けないですからね。いや、一昨日も結構なんか叩いてた。そう、最後なんかワイワイやってますね、うん、叩いてた。そう、コメント入ってこないでしょ。あ、小宮さん、おはようございます。おはようございます。まあ、ママ、あ、小宮さん、ママの誕生日まだまだ受け付けてますから。はい、受け付けました。もうね、あと1週間ぐらいだね。そうですね、あと1週間ぐらい。全然1週間というより1ヶ月。そう、1ヶ月でも2ヶ月でも全然いいんですよ。まあ、この時期ですか。そう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 、そう遅れてるの。だから本当ありがたいのがね、もうお金だけ置いてく人とかね。ああ、いや、ありがたい。この間ね、車で駆けつけてくれたね。仕事上の飲んでいけないからとかね、そういう方本当ありがたいです、はい、本当助かりました。ありがとうございます。ママも喜んでおります。はい、私も喜んでおります。コメント入らないと僕たち終わってしまうんです。そうなんですよね、はい。だいぶね、こういうあのカツラとかもね、だいぶ増やしてきたんでね。そう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 。またあの前みたいにちゃんとこうあの消毒しますから、みんな安心してかぶっていただいて。そう、やっぱりね、これがないとセブンじゃないっていう方もいらっしゃいますからね。そう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 、うん、テンション上がらないんだよね。そうそう、やっぱりね、みんなね、こう自分を変えていくというかね、うん、演者になりきるんです。そうですね、せっかくステージだからね。だからこの間お客様にこう光る帽子にプレゼントしたじゃないですか。シンボル先生、おはようございます。おはようございます。おはようございます。菅先生、おめでとうございます。おめでとうございます。僕はもう本当嬉しくてめちゃめちゃ喜んでましたね。当日はやっぱめちゃめちゃ喜んでた。やっぱりすごい、あの先生にちょっとお世話になったこともあるし、はい、本当にすごい嬉しくて、まさかなると思わなかった。いや、本当ですね。さっちゃんから原田さんにメッセージ来てます。原田ちゃん素敵、ありがとう。さっちゃん、さっちゃんも素敵だよ。さっちゃんね、もうすぐあのイメチェンしようかなって。ちょっとこの辺パーマかけようかなって、ね、昨日話してるね。次会う時はもしかしたら変わってるかもしれないね。りんちゃん背中が痛い。あ、それはしょうがないですね。バイショウちゃんでしょ。そうちゃん、あ、バイショウちゃん。あー、まあ自業自得ですね。すいません。もうこの間の反省期間終わったんで、もう反省してません。ありがとうございます。原田の引っかき半端ないからね。すごい。この爪は、去
強化されてるんで、ミミズバレーもできる。なんか原田もやたら繋がれるからさ、ね、お返しでね、こうやるから、やり返す。あの、犯罪じゃないですよね。10倍返し。2倍返し。ベースノートが好き。結構ね、自分見えるちょっとカメラがね、遠くてね。そうですね。ちょっと字がね。これね、もうちょっとこれぐらいにするとね。いや、これぐらいに。視聴中ってでも見ないですか。そうそう、甘えのさん、おはようございます。おはようございます。もう何分経ってる。15分。そうですね、15分経ちましたね。じゃあここからね、じゃあ1時間ぐらい、じゃあアップルのライブを、バスケさんとアップルさんの、バスケとアップルのスペシャルライブ行ってみたいと思います。僕たちの電話はここまでです。ちょいちょい言ってるかもわかんないけど、声カメラ変えますね。カメラアングル変えます。あー、じゃあ参りましょう。反転させて、はい、皆さんこんばんは。どうもアポですよ。ハシです。 Yes, Mr. Basti We'd like to do、いろんな曲をやりますね。イエイ。スローラックとかオールソンとかね、あのエーリー70s、あれと80年の曲ですね。よろしくお願いします。イエイ。聴いてください。Jackson 5.
You find that you're always on.
ちょっとマライア・キャリーのバージョンが入ってます。Hope you enjoy my medley, yes? Anyways, it's copy. 私オリジナルじゃない。コピーだけですね。ありがとうございました。Hope you enjoy. And next time, let's do another song. A song from the 80s, early 80s. Okay?A song from Robin Beck? Yes, もともとロックセットボーカルですね。よろしくお願いします。Here we go.Thank you.
A song from the Dreamgirls. Here we go, amigo, amigas. And I'm not living without you.
と可愛いから。どうぞ。And I hear is a two-one number from Aladdin.Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, when did you last? Where'd your heart decide? And I can open your eyes and take you all of my wonder. All the sideways and under, all the magic on the track.You might just feel us lie.
me so hard to give. You know the story, how the world came.
So long to look at you for a while. Then I see my old guitar stand up high. Just waiting up for me like a second time. Yamaguchi from TOTO. TOTO, ba? Oh, yes. TOTO. Here we go. There's some for you. Hey. Hi, this is us. Hey. Don't let me put aside. Hey. Oh, I'm gonna wake up in the morning and see your eyes. Rosetta, Rosetta, never talk to a girl like you, you don't care for me. Rosetta, since you live.
Walk
なんかね、どうしましょう。なんかリクエストある？なんか、何曲？ロザーナ。2カ目からですね。なんか聞きたい歌あります？本当、ね、本当ライブだからね。ライブだよね。ごめんなさい、いっぱいミステイクだからね。OK。どうする？バスで行こうか。バスちゃん。あと2曲。バスって私？ジャンプ You want to jump? 痩せるため Finally OK Try it バスさん、行きましょうか。ジャンプよろしくお願いします。
一体いない。Okay, I'm back, so back. Thank you, ありがとうございました。That was Mr. Basti Rockets on the board. Of course, I'd like to do a very last song for today. Okay, Volume 7, Live Volume 7, Live House Yokohama 7. Of course, once again, this is Apple. Apple is, and of course, the bassist.バスティです。よろしくお願いします。バスティ、of course! Satchel, manager, and Tencho. Yes, we'd like to do... Never enough. We'd like to... We'd like to do a song from... Just come back, from The Greatest Showman.Okay. Let's give a hug. Let's go. Love of Hoshi. なんか見たい。私はドラッグ見たいね、今日。どうして？それすごい早い。早い時間こうなの。ブリッティコ。俺、やばかったよ。でも今泣いてましたみたい。ジャンプジャンプだけ。5年来た。ハハ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 
だって。だから酒はほら、ナリーポンコバナリーポンさや。Hi guys, everyone. ありがとうね for listening and watching our channel. これからもまだいっぱいありますよ。よろしくですね。Okay, let's have a listen to a last, very last song for today. So everyone, come in. Here's a song from the greatest showman. Bye.Give me some hearts, heart chodai. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You said all my dreams in me, getting louder.Kindly take my hand. Will you share this with me? Is our life without you?
much. Thank you for watching. まだまだ行くよ。Thank you for watching. Love you guys. よ。Thank you. Yeah. ありがとうございました。どうでしたか？ Thank you. 今日試験的に、まあ、バンドタイプっていう感じですけど、もうちょっとこの時期を見ながらまたメンバーを増やしてやっていきたいと思います。また見てください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。お店の方もよろしくお願いします。ハンザはあと30分にできます。ありがとうございます。見ながら見ます。ありがとうございました。終われない。どこだろう。来たぞ。た終われない。終われない。